ツイッターのなんかで、ね、うん、ポテトサラダのこと知ってますよ、見た、そのお差が圧倒的に悪いです。悪いよね。毎日料理作ってほんと大変、大変よ、ほんと申し訳ない。一緒に作ったらどうすか、それすらも知らないよね。で、一本でも人参、人参食ってんじゃねえかよ。オッケー、できた。どうも、大野です。うーっだい大野中学校、うーっだい。はい、おとりです。おちです。あ、ヨニャン、ジューザーです。ビッグです、すいません。はい、YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、Twitter かなんかで、ポテトサラダのこと知ってます？見た。あれすごいよね。お母さんがポテトサラダこうやって惣菜のやつ買おうとしてたら、お惣菜を買おうとしたら、はい、おじさまに後ろだったらポテトサラダぐらい作れよって言われたでしょ。旦那さんか誰かか、もしくは他人かどっちか。他人ですよね。あ、そうなの。知らないおじさんに言われてる人を見ましたって、ね、でそれでまあその人は、私は2個買っていきました。そう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 。でこのやっぱりね、自分も思うんですけど、そのおじさんが圧倒的に悪いですよ。悪いよね。で何が悪いって、これいろんな問題があるんですよ。まず一つは、料理をするってこと、労力の大変さ、はい、母親だったらこれぐらいのもん用意しろみたいな同調圧力、身勝手なその意見がどれだけ心をこう蝕んでるかっていうね。毎日料理作るってほんと大変。大変よ。簡単に作れる料理とかの方が全然今人気あるのって、そういうことじゃん。一回俺だから自粛期間で家にいる時ね、で子供も家にいる、神様も家にいる、ほんで俺も家にいるっていうことで、朝昼晩って僕が作ったんです。でそれ何日かやったんですけど、朝ごはん作ってる段階で朝これ食べたから昼はこれを食べるとか、もう昼ごはんを何にしよう考えちゃう、考えちゃう。それで一日終わっちゃう。終わんだよ。これはもうかみさんにその間に家のことやってくれてるから。そうだよ。本当申し訳ないと思う。ただ俺たちもこうやってこれこそ正義を振りかざして、昔の感じのお父さん偉いみたいな社会の人たちをただバッシングしてればいいわけじゃないと思ってんの。もちろんもちろん。正しいこと言いたいわけじゃないの。なんかわかんないけど、一緒に作ったらどうすか、ポテトサラダ。おっさんだったら料理教室行くのが一番いいと思うんですよ。作ってみればいいですよ、時間と引き換えにお惣菜買ってるっていうのが分かるし、お惣菜屋さんのポテトサラダうまいっていうのが気づくし、やってみればいいと思うんですよ、なんで今日はポテトサラダ作ってみる。おしかも、簡単に作れる方法があるっていうのをちょっと調べたので、手軽にできる。これぜひお父様とかね、普段料理しない、それこそご家族でこれ作ってね、その話をしてもいいかもしれないしね。ちょっとじゃあポテトサラダ作ってみましょう。そもそも何個ぐらいじゃがいもって、いやそれすらも知らないよ ね。大変だよ。こっから作るんだよ。3ついっとこうよ。3つ1個、まあ、1回以下。あとロースハム、きゅうり、人参、ちょっとめっちゃ手間かかってんね。そう。あとゆで卵、ゆで卵も入れようか。ほんと手間今かかってるね。そうよ。これもだからさ、結構がっつりじゃなくていいんでしょ。これは家でやろうと思ったら大変だと思うな、ね、卵1個割っちゃった。すげえ邪魔なやつ広いになっちゃってる。うわ、やっぱ時間かかるな。結局もう細かくするからね。トシはやっぱ人参好きですか。トシはもうだって一本でも人参、人参日本でも人参、人参僕大好き人参娘オッケー、じゃあこれ、これを電子レンジ、レンジ、だから最初にまずゆで卵を茹でといて、じゃがいも切ってレンジで5分やって、ちょっともう10分経ったんじゃない、どう、うん、分かんない、食ってんじゃねえかよ、うん、いいじゃんいいじゃん、なんかねポテサラって感じする、うん、うわうまそう。人生初めてのポテサラじゃない、うん、そうだよね、かわいいね、やっぱ自分のポテサラってオッケー、できた。さあ、ポテトサラダできましたけど、はい、時間にしてやっぱ20分がかかっちゃった。15分から20分はかかるね。くらかんね。やっぱりね、手間も暇もやっぱかかっちゃいますわ。ただ、電子レンジでこれ簡単にできるんだったらね、1回は。とはいえ、一人でやると思ったら結構大変だよ。大変よ、これ。いただきます。おめえ、普通にうめえ。しかもね、出来たてって超うまいんだ。うまいじゃない。あとあれや、熊本のさ、お弁当のさ、平井ってところ、ちくわにさ、鶏
ポテトサラ入れんだよ。入れて揚げたやつ天ぷら。うまいんだよ。あれもうまいよ。やったえ、なにちくわ出されちゃったよ。おじさんやる。これどうすんの、フライにすんの。フライフライ、天ぷらちくわの中に詰めんの。うん、ちょっとやってみようか。はい、じゃあちくわを、ちくわを、うんうん、まずこう切るでしょ。なるよね、切って。うわーすげえ、もうそれだけでうまそうじゃん。うん、これさ、でも家で子供たちとやってもいいね。これ楽しいし面白いし。これはさ、何にもつけないで食っていいの。いや、ウスターソースとかの方がいい。うわ絶対ウスター大好き。これうまそうだな。これはもうおかずとして最高だと思う。これなんだろうね。ガチャ。僕はじゃあ1個ウスターかけていただきます。うんうんうん、いただきます。でもウスターだな、俺もめっちゃうまい。もうかった。これめっちゃうまい。あ、うまっ。要は、うん、これあ、うまっ。ご飯無限だわ。なんていう名前これ。平井のちくわサラダ。へえ、これサラダなの。ちくわサラダちくわサラダっていうメニュー。開いてお弁当屋さん。あーあー、ビビビビ。お前どうした。あ、一緒にやらないんだ。何や。うまっ。うまっ。これぜひ皆さん試しにやってみて。ご家庭でポテトサラダを作って、はい、余ったらちくわで揚げてみる。ポテサラ作るのはでもちょっと大変だ。大変でね、時間はかかる。うん、そうそう、手間暇はかかりますけど。またやってみよう。これうまっ。おすすめです。チャンネル登録しちょくれー。